はい、昼ビル放送局、まこねーです。今日も、ワケありダイエットウォーク、朝からやっていきます。そんなわけで、今はですね、ちょうど4時45分。YouTube でね、私のポッドキャストをご視聴の方は、まあ、多少のムービーも入ってるんですけども、その中で、ムービーって言えるかな？まあ、ほんと、広告みたいな感じだけど、その中で、いつもね、4時45分から収録してますっていうふうに書いてあるんですが、まあ、昨日はね、ちょっと撮り直したってことでお昼過ぎになっちゃいました。うん。で、今日はもうしっかり4時45分から収録してます。そんなわけで今日もみんな頑張って歩いていくので、皆さん応援よろしくお願いします。でですね、昨日はね、そうそう、ギャンブルについての話題をしてたんですね。そう。取り直したっていうのは、そう。スプーンを聞きの方は、昨日の分、取り直す前の分しか聞いてないと思うんですけども、実は、その後に、もう一回、ゼロから取り直して、それを YouTube の方はアップしてます。なぜかというと、最後まで喋るだけ喋って、私がギャンブルが本当に嫌いな理由って何なんだろうっていうふうなことを、お仕事しながらね、考えたわけですよ。その先に、私はね、やっぱ、私の稼いだお金もそうだし、人からね、いただいたお金でもそうなんだけど、ギャンブルで消費するために、決して好きな仕事じゃない仕事を無理してやってるわけじゃないって思うと、もう悔しくて。それでやっぱね、ギャンブルでお金使うのは嫌だっていうことになったんですね。うん。そう。まあ、そのことをどうしても語りたくて、昨日、帰ってからもう一回撮り直したって感じなんですけど、今日は、昨日ね、寝る間際に、なんだかんだ言って、いつも15時に寝るようにしてるんだけど、16時ぐらいになっちゃったんだけど、昨日寝る間際にですね、カスタムロムの、動画をちょっと見てたんですよ。まあ、カスタムロムが知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、週にね、そう、もしかしたら iOS もあるかもしれないけど、Android の改造 OS です。はい。Android って、まあ、みんな知ってる人も多いと思うんですが、Google が作ってるオープンソースの OS なんですね。なので、Android は、無料で誰でも手に入れることができます。OS 自体はね。で、もちろんオープンソースなんで、それを改造して配布することも問題ありません。そう。まあ、そこで、Android を改造して、さまざまなね、機能とか、まあ、いらない機能とか、まあ、改造ですけど、カスタマイズして発信してるっていうものが、カスタム OS っていうもので、知識さえあればね、そんなに難しくなく、どのスマホでもってわけじゃないんですが、まあ、多くのスマホに入れることができます。はい。でですね、まあ、一番の特徴っていうのは、古いバージョンのスマホであっても最新のバージョンに切り替えることができるとか、そう、まあ、要はね、古いものを再生して使うみたいな、そういうことが、できるのが、まあ、カスタム OS の魅力なんですけど、まあ、一つの魅力なんですけども、まあ、それを見てる中で、ものすごくね、気分の悪い言葉をね、知っちゃったんですよ。もちろんね、その動画が気分悪いわけじゃなくて、ああ、そんな言葉があったんだ。でも、それは知ってるよ。でも、そんな言葉があったんだっていうような内容なんですよ。それが何かっていうと、それは、そう。ごめんなさいね。そういえば、録音ボタンを押したかなと思って今確認した。それは、なんだっけ。計画的陳腐化。うん、計画的に陳腐。要するに、沈めて腐らせるみたいな。そう、陳腐化ですね。うん。計画的陳腐化っていう言葉を知ったんですよ。そう、それはどういうものかと言ったら、メーカーがね、
もう計画的に、まだね、そのスマホが全然性能問題なくても、スマホを売るために新商品を出して、ほんとツビットの機能を足して、新製品を出して、過去の製品はもう古くて、使えないので新しいのを変えてくださいっていうふうにするマーケティング手法なんですよ。うん。いっぱいありますよね。まあ、スマホなんかほんとその最たるもんで、スマホもパソコンもそうですよね。そう。まあ、OS もそうかもしれない。で、まあ、あれですよ。まあ、パソコンは、今はちょっとどうかわかんないけど、ひどい時は半年に一回ぐらい、本当メモリがちょっと足しただけの、そのメモリがちょっと増えただけの、パソコンが半年に一回ぐらい、同じメーカーから出てたし、そう、スマートフォンもそうですね。今でも1年に1回ぐらい新商品出てるんじゃないかな。そう、出てるよね。そう。それでいて、それでも、もっと売るために、上位機種、最上位機種、上位機種、平凡サイズ、で、劣化版みたいな感じで、そう、ひどいところ4種類ぐらい出してますよね。そう、同じメーカーで。そう、まあそうやって、なんとかね、商品を、新しい商品を買ってもらおうっていうような取り組みが、まあマーケティング手法の一つである、計画的陳腐化なんですけど、そう、計画的陳腐化ってなんか、本当にいやらしい、嫌な言葉だよね。そう、なんかすごいムカッパラ立つみたいな。まあ私はね、なんだろう。もちろんね、新商品、新しく購入するって時は、新商品を買いますよ。ものによっては。でもね、私は、どっちかっていうと、カスタマイズしたり、まあ、改造したりとか、バージョンアップして、使うのが好きだったりとか、まあ、洋服もそうなんですけども、人が触ったものが好きなんですよ。変わってる？そう、変わってるの。安いから中古が欲しいんじゃなくて、人が触ったものが好きだから、そう、中古が欲しいっていうタイプなの。うん。まあ、車もそうだし、まあ、免許持ってなくて車乗ったけど、車も、そうだし、古いものっていうよりも人が触ったものなのね。そう、洋服もそうですね。さすがに、そう、下着はね、人が着たやつじゃなくて、新品のやつを着てますけど、それ以外のものは、意外と、リサイクルショップとか、友達にもらったりするのが好きで、そう、特にね、友達から洋服もらったりするのが本当大好き。人から洋服もらう一番の魅力は、まあ、自分じゃ絶対選ばないだろうみたいなのが入ってて、それを着て、意外と似合うじゃんって思った時の、そのね、喜びがね、たまらないの。うん。で、まあそのスマートフォンも、まあ、スマートフォンにしてもパソコンにしても、パソコンはね、私はもう随分買ってないですけど、もうね、下手したら10年近く前のパソコンを、改造して使ってます。はい。まあ SSD に換装し、メモリをドバッと積んで、そう、ドバッと積んで、CPU は、まあ、改造した当時は、最高だったね。コア9だったかな、に換装し、うん。で、まあ、マザーボードとか、グラフィックボードとか、モニター自体は古いんですけども、まあ、まだまだ現役で、サクサク動く、パソコンを使ってます。そう、私はね、シンクパッドが好きなんで、シンクパッドの中古のOS が入ってる中古のやつ。確かね、本体は2万か3万ぐらいだったな。本体2万か3万ぐらいで、で、チューンアップして、5万ぐらいだったかな。もうちょっとしたかな。そう。だから5万円で買ったパソコンをそっから7、8年使ってる。そう。だからね、多分ね、パソコン自体は、どうかな、7か、ひたしはビスタ世代のパソコンかもしんないね。そう。でもね、後ろには Windows 10の、シール貼ってあったから、だから、まあ、もしかしたら Windows 10世代かもしんないけど、そう、もしかしたら7か、もともと7か、
まあ、ビースター世代のパソコンかもしれない。まあ、そうやって、まあ、古いパソコンを自分流にチューンアップして使うのが好きなんですよ。うん。そう。そのパソコンもね、今は Linux で動いてるので、そう、まあ、Windows 使うのは、本当に、たまに Windows でしか使わないソフトを動かすときに、そう、仮想環境で Windows を、剣を動かしてるみたいな感じなんですけども、まあ、スマートフォンはね、私は、2年、1年ぐらい前に、まあ、ちょうどね、お金に全然余裕がないときに、まあ、スマホを壊しちゃったんですよ。そう、それはね、確かハーウェイの、P20 ライフかなだったと思うな。まあ、ハーウェイのあの、2個世代ぐらい、2個か3個ぐらい前の世代の、まあ、中堅機種ですよね。そう、私はね、それで十分だったのよ。そう、それもね、多分、友達から2万はしなかったな。まあ、1万ちょっとぐらいで、もらったやつかな、売ってもらったやつ、あ、違う、中古でね、9000円ぐらいで買ったやつだ。そう、まあ、それで十分だったんだけど、まあ、急に壊れちゃって、あら、困ったなってことで買ったのが、アマゾンの年3日のプライムデーの時に、1万円ぐらいで出てくの。で、もうね、洗濯するとかじゃなくて、今使ってるのね。洗濯するとかじゃなくて、まあ、性能の比較とかもしないで、まあ、前買ったのは中古で1万円ぐらいだったし、そうそう、まあこれも1万円ぐらいだし、Amazon プライムデーで安くなってるから、まあそこそこの性能だろうみたいな感じで、まあ全然知らない中華スマホを買って、まあ買ってみたんだけど、まあね、もう劣化版もいいところ。まあ、本当に、私が普段使ってた写真撮影用のあのアプリも、本当、10枚ぐらい撮ると、もうフリーズしちゃうみたいな。そう。本当ね、Wi-Fi ももうすっごい遅いし、このスマホどうなってんのっていうな、ダミースマホだったんだけど、まあ、それをなんだかんだ言って、まだ1年使ってるんですよね。うん。そう。まあ、よろっと壊れはしてないんですけども、よろっと、もうちょっとまともなスマホ欲しいな、なんて思ってるんですが、まあ、私の優先順位は16時間断食でダイエットすることなんです。で、そう、まあ、ダイエットの話はちょっと置いといて、うん。で、スマホのを買おうと思った時に、やっぱり中古でいいわけですよ。そう、もちろんね、チャット GPT とかに、検索かけると、まあ今売ってるカメラ、売ってるスマホで、一番コスパが良くてカメラの性能もいいやつっていうと、やっぱね、3万、4万ぐらいの、カメラ、スマホが出てきます。そう。でね、どれだったかな？日本のメーカーじゃなかったな。シャオミかなんかだと思う。うん。確かね、シャオミの、中堅クラスの、中堅っていうかな、上級クラスかな。まあ、なんとかプロっていうやつが、今売ってるスマホの、カメラの性能が良くて、コスパがいいやつ、ナンバーワンに確か出てきたんですよね。そう。まあ、それがね、市場価格で3万円ぐらいなので、まあね、まあ、1ヶ月、断崖絶壁からというつもりで買おうと思えば、まあ、買えない金額じゃないけど、私は普段ね、11万ぐらいの生活費で、生活してるので、家賃も水道光熱費も全部払ってるので、まあ、3万っていうのはなかなかね、勇気のいる金額なんだけど、そう。まあ、買えないことはない。そう。でも、まあ、それを買うなら、中古でやっぱり1万円ぐらいで、そこそこのやつを探し、で、まあ、それにカスタムロムを入れて、最新版の Android に変更し、そして、まあ、使おうかなというのが、私の、今後のね、スマホ戦略。そういう中で、ほんと気分の悪いのが、計画的陳腐化っていう言葉で、ほんとね、それとね、反対意味の言葉で、
計画的陳腐化とはもっと大変な感じだけど、消費者のね、修理する権利っていうのがあるんですよ。うん。だってさ、なんだろうな、カメラだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、まあ、どの業界もそうなのかな。新商品出てから10年間は部品を取っとくけど、10年後はもう部品を取っとかないなんていうメーカーとかも、あれもあるじゃないですか。新製品に切り替えるために。そう。だから、まあ、今は、どれも多分そうだと思うんだけど、まあ、ほとんどユニット化されてて、まあ、壊れてるところも、そう特価みたいな形になってますよね。まあ、レノボなんかほんとそうで、そう、それだけに改造しやすいんだけど、もうレノボはね、これ壊れたらここ外して、ここを取り替えるみたいな感じになってるんですよね。まあ今も向け、多分向け、今もそうだと思う。そう、私が使ってるのはまさにそうで。そう。だからまあ、後ろのビットピッピッって外すと、あ、これダメなんだ、じゃあこれ交換みたいな感じで、そんなに、本当全部割らせなくても交換できるようになってるんですが、まあメーカーによってはね、特に日本のメーカー、まあどこの国のメーカーもそうだと思うんですけども、メーカーによっては、ほんと、CPU を交換、ノートパソコンの CPU ですよ。まあデスクトップも、デスクトップはね、簡単だけど、そう。まあでもメーカー製のデスクトップは、いや、メーカー製のデスクトップも変わんないか。まあ、やっぱね、全部バラしていかないと、ほんと、最後の最後までバラして、マザーボードだけにはしないぐらいといけないぐらい、CPU の交換ができながら大変難しいっていうノートパソコンもいっぱいあるわけですよ。そう、メモリの増設ばっかしはね、簡単にできても、メモリの増設も大変なやつもあるわけで。そう、そういうのって、ほんと、消費者バカにしてるなって思うんですね。うん。そう。だって、本当は新製品が出たからって、コロコロ、製品を変えられる人ばっかじゃないですからね。そう。まあ、必要に駆られて買ったものを、まあね、もうボロボロになるまで使い倒すって人もいるわけだし、私みたいにね、人が触ったものが好きっていう変わり者もいるわけだし、もっとね、過去に出た製品が、現役で長く使えるような、製品にしてもらいたいな、というか、まあ、世界はそっちの方に傾くべきじゃないかなと思うんだけど、まあね、まだ本当そんに、それこそ大量消費、大量生産、大量消費が正規だと思ってるね、人たちは山ほどいるので、そう、そういう人たちが、ほーんとね、みんなしね、竜巻に飲まれて死んじゃえばいいと思ってますけど、そう、そういう人たちが支配してる、仕組みがまあ資本主義ですからね。そう。そうなると、やっぱ、今のところ、大量生産、大量消費。そしてまあ、いろんなものがね、どんどん使えて、使われない。使われるものも捨てられ。そう。どんどん資源が、そう、いろんなところで少しずつ減っていく。うん。もちろんね、壊れたパソコンとか全部かき集めて、パソコンとかって、電子部品かき集めて、レアメタルとか再生とか、まあ、再生する製品も、開発も、まあ、進んでますよ。そう、進んでるけども、そもそも、使い捨てにしないで、なるべく長く、資源を大切に使うっていう方が、やっぱり効率がいいに決まってるわけです。うん。まあ、そんな風に、思うと、まあね、スマホとかパソコン、ほんとスマホも、パソコンもそうだけど、今なんてさ、そうメモリーの交換ができないようなパソコンも山ほどあるし、タブレットとスマホなんかもメモリーの交換なんかできないですよね。うん。そう。まあ、ハンダ付けして、メモリーの交換とか、まあ、やっちゃう人もいると思うんですけど、まあね、まあ、あんな細かい作業、一般ピープルの人には無理ですね。もう私は無理です。はい。そう。だから、ポン付けのメモリーで、メモリーの増設もできないようなパソコンもあるし、そう。うん。で、また、まあ、多くのね、メーカーが、
まあ、そうでしょうけども、もうメモリーを1個足しただけで、もうサポート対象外になったりとかね。そう、そう、スマホなんて電池をね、交換しただけでもう対象外になるとかね。ほんとバカげてる。そう。だってさ、スマホがなんか、スマホ使ってて、もうよろっとこれはっていう思うのって、みんなどういう時ですかね。そう。まあ私の場合だと、もう最新のアプリが動かない。そうそう。Android のバージョンが古くなって、このアプリはもう、最新のアンドロイドに対応してないのでインストールできませんなんか言われると、あー、なんとかこのアンドロイドを最新のものに変えられないかな。じゃあカスタムロムか。っていうふうに思っちゃうんですけど、あとはね、ディスク量、まあ、ストレージが少なすぎて、スマホの中に、アプリが入れられないとか、っていう時に、あ、やっぱこのスマホ、タブレットは安物なんだなぁなんて思ったりしますね。そう。まあ、古ければね。あとは、電池が切れちゃった。もう電池があるも充電してもたまらないような感じの時。そう。でもね、最近あんまり感じないんだよね。私は結構物理的に壊しちゃうパターンが多いんですよ。まあね。そう、落としちゃって割っちゃったりとか。で、今はどんなのでも、まあ、ね、割合と、中華系のスマホなんかはそうなんですけど、なんだっけ、スマホのタッチパネル点、タッチするところ、まあ、スクリーンのところですよね。スクリーンのね、交換部品って、普通に売ってるんですよ。で、まあ、交換の仕方とかをやってる、動画もいっぱいあるので、まあ、それを見ながら、まあ、2回ぐらいね、チャレンジしたことあるんだけど、私はね、不器用なのか、そういうの向かないのか、直せないんですよね。だから、もうほんと、ほんともう、動かなくなる。ほんと。まあ、もちろんもう、もう作りがボロボロで、新しいの買った上で、古いやつを直せたらなと思って、チャレンジするんだけど、まあ、やっぱりうまくいかないで、そう、まあ、何回もスマホを変えてますね。そう、大体私の場合は、2年に1回ぐらいスマホを、何だったかの理由で壊して、新しくしてる。ひどい時は1年に1回ぐらい。まあ、だからまあ、本当メーカーの手のひらの上で、踊らされてるようなもんだけど、それにしてもね、そう、わずか、2年、3年で、そう、もう、当時のスマホがもう全然使えない、もう古いスマホになるっていうのは、ちょっとね、本当に。だって、スマホって年間20億台ぐらい、販売されてるんですって。そう。そう。まあ、うち、iOS が大体 10% ぐらいっていうから、まあね、iPhone 喜んでるのは、私ね、ほんと Mac、アンチ Mac なので、なので、まあほんと、iOS を使ってる人たちは、ほんと、アホだなと。君たちそんな、まあ、確かに、ね、iPhone 性能いいですけど、そんなハイエンドの、スマホを君たち使いこなしてんの？みたいな、超上から目線で思っちゃいますけど、まあ、確かにね、もう綺麗だし、使いやすいですよ。特にあんまり、AI とかガジェットとかに詳しくない方は、iPhone いいと思いますね。そう。あまり難しいこともないし。そう。まあ、何でもかんでもカスタマイズしようと思えばできちゃう iOS じゃなくて Android に比べれば、本当安定感抜群だと思うんですよ。そう。ただね、まあ、壊れれば修理代も高いし、買うに価格も高いし。そう。で、私の中では、同じ性能帯のスマホだったら、Android の方が全然安いし。で、私がね、スマホで、写真撮ったり動画するのは、まあ、せいぜいね、せいぜい YouTube
せいぜい SNS、せいぜい電子書籍で発表するぐらいの写真なの、写真とかまあデータ量なので、まあまあ言ってしまえばスマホの画質でまあ十分。うん。もちろん写真展用に使うとかで、まあ実際に紙にプリントしてっていうことになれば、もっとね、画素数の多い方が、後々使い道は多いんですけども、と言っても、まあ現状ね、縦横2メートルぐらいの大きい写真にプリントするってことは、まあ、私の場合まずないので、そう。となればね、やっぱりそんなに大きい、サイズの写真はいらないし、こんな精密な写真は、まあ、いらない。そう。となればまあ、大体スマホで用足りてしまう。なので、まあ、クリエイティブな作業に使うスマホは、やっぱちょっとハイエンドの方が欲しい。うん。今使ってるね。スマホは、ほんと、雑魚。まあね、YouTube とか、まあ私が発信してる、ムービー動画で、まあ動いてるものはね、この超安いスマホで撮ってるので、まあ画像は汚いなと思った方、そうです。スマホがひどいです。まあでもそれで OK してるし、まあいざとなればね、今ね、AI 使って、画質の悪いものを、配画質に交換変更するっていうサービスもあるんですよね。そう。それがね、まあ月2000円とか3000円だから、いやまあ2000円、3000円かけてそれをやるんだったら、まあちょっと、まあこれで許してよ、みたいなところもあるんですよ。そう。もちろんね、今静止画から動いてる動画も作ることができるので、まあそうやってね、まあ作品作りも面白いと思うんですけどね。そう、一回試してみようかな。一ヶ月間だけ契約して。うん。止まってるストリートフォトグラフィーを動かして作品にするみたいな。そう、面白いですよね。そう、うん。それ面白いな。ちょっと後でメモしとこう。なんとか職場についてノート開くまで、覚えてるように頑張って。私はね、思ったことを、すぐ忘れちゃうので、ノートに取る癖をつけてます。はい。ただ、ノートをね、開くまでに忘れちゃうと、もうそのまま、私のアイデアはどこ行ったのみたいな感じになっちゃうので、うん。まあ、なるべくね、早めにノート開いて、動いてる、ストリートスナップを動かすっていうことを試してみるっていうのを、まあ、ノートに書こうと思ってます。でね、大体そうやってノートをまとめてると、大体ね、英語サイズぐらいのノートを持ち歩いてるんですが、2、3ヶ月ぐらいで、いっぱいになっちゃうかな。そう、いろんなアイディアで。そう、あとはまあ、今日帰ってからどんなことをしようみたいな、何をしようみたいなのも、そうやってノートをまとめてます。はい。で、まあ、まとめたノートを3ヶ月に1回ぐらい、全部、確認しながら、まあ、重複してるアイディアとか、やりたいこととかもいっぱいあるわけですよ。それを整理して、そう、エヴァノートとかの、なんかに打ち込んでるんですね。うん。まあ、そうして、アイディアの種にしてるんですが、そのね、エヴァノートの過去のアイディアノートを探していくと、結構面白いのいっぱいあって、最近見直してないけど、そうだな。昔々のアイデアを遡っていくと、結構車に関するものとか、写真に関するものも多かったですね。そう。で、遡っていくと、まあ私ね、なんせ、ちょうどね、トヨタとか、スバルとか、三菱とかが、まあ、先にトヨタですね。私が最初に、まあ、WRC の、世界ラリー選手権の話をしたいんですけども、まあ私が初めてラリーに興味を持ったのは、そう、あれだ、なんかの番組でチラッと出た、ランチャストラストですね。そう、ランチャストラストがもうほんと狭い道を全開で疾走していく姿とか、もう超かっこよくて、いや、これはもうほんともう、F1 より全然魅力的に感じたんですよ。まあ、それからそれがね、多分ちっちゃい頃で、
多分ね、同じ頃にテレビで、ルーマン24時間を見て、いや、ルーマン24時間って面白い。グループシーカーかっこいいなって思ったのもその頃ですね。それからしばらく経って、中学生ぐらいになって見たのが、まあ、WR して、もうグループ B 時代は終わった頃だと思うんですよね。で、そう、なんで私、リアルタイムにグループ B 時代のを見たことないんですが、そう、当時は、そう、ランチアデルタ。そう、ランチアデルタがね、もう爆走してた頃、オリオールがね、優勝したっていうのを見て、もうランチアデルタ、うわ、かっこいい、この箱型、たまんない、武骨すぎて、みたいな。そう、で、ランチアデルタに憧れてたんですよね。まあ、そうしたら、トヨタがパッて出てきて、そう、トヨタが、まあ、どんどん勝つようになっていったわけですよ。で、まあ、丸っこいね、GT4 のセリカの時代になっていくんですけども、私はね、丸っこいセリカがあんまり好きじゃなくてね、そう。だからね、まあ、セダンタイプの、WRC 化がそれほど好きじゃない。なんで、ランサーエボも、スバルも、そう、インプレッサーも、なんかあんまり好きじゃないんですよね。そう、形としてはあんまり好きじゃない。でも実際に目の前にで見てみると、まあ、コンパクトですね。大きい車じゃないし。うん。いや、これだからやっぱ WRC で勝てるんだなっていうような車ですね。そう。まあ、当時ね、大根の運転手してた頃があったので、大根の運転手の時にたまにランサー、エボとかインプレッサー運転することがあったんですけども、まあね、お客さんがさ、踏んでもいいよって言うから、まあ踏んでみると、まあ、そう、まあ、すごい加速なんですよね。そう。私はね、大きい車がそもそも好きじゃなくて、体が大きいせいか小さい車が好きなので、もう常に全開で踏んで、加速していくっていうのが好きだったんだけど、まあ、ランエボとか、ハイパフォーマンスの、ハイパワーの、ハイトルクの車って、もう踏んだらもう一気に持ってくって感じじゃないですか。あれはね、好みが分かれるところですね。そう。そんなわけでね、よろっと、いつもの職場に近づいてきたんだけど、そうですね、今5時17分。あともうね、5分ぐらい喋ってられるかな。そう。まあ、そんな感じで WRC に浸水したので、いつか自分でもラリーをやりたいなと思ってますね。そう。うん。で、まあ、当時の私が、80年代、90年代の私が好きだった車は、まあ、今でも好きですけどね、ロータスエリーゼって車があります。そう。ロータスエリーゼ MR なんですけども、あれはね、ほんとものすごい綺麗な車。うん。今、XCG って、車になってるかな。そう、最初に出た時のロータスエリーゼが本当美しくて、もう走る美術品って感じ。そう、もう同じぐらい綺麗だと思ったのは、FD の RX7 ですね。そう、FD の RX7 っていう車が、まあ、マツダが作ったっていうのは、ね、本当素晴らしいなと思いますね。うん。そう、何も、あれをね、ずっと作り続けてもよかったんじゃないかなって思うぐらい、まあ、素晴らしい。デザインですね。そう。車と指導会は違う RX7、積極的に運転したことないので、まあ、いまいちよくわかんないんですけど。うん。で、もう一つは、まあ、やっぱマツダですね。マツダの AZ1 が好きでしたね。AZ1 は実際乗ったことないんですけども、やっぱ小さいボディに、ほんと夢が詰まってるっていうか、あの小さいボディに、ガルウィンクの MR、もうアホしか作らないですよ。もうね、ほんと、見ただけでわかりますよ。ほんと、私みたいな、素人が運転できない。ほんと、そう、走る缶桶っていうような感じ。そう。あとはね、私はね、旧型の MR2、AW の11がすごい好きでしたね。そう。まあ、そんなわけで、まあ、職場に着いたので、よろっと終わりにしたいと思うんですが、今日は、計画的分地化。ん?違う。そう、計画的陳腐化から、まあ、スマホの話が始まり、最終的にはね、私が今まで思ってきたね、夢の中の WRC は、ラリーカーを、プレイする方になりたかったっていうお話をして、今日は締めくくりたいと思います。そんなわけで、
訳あり大体トークは月曜日から金曜日まで朝6時から配信してます。YouTube 大きいステーションで配信してます。で、前日収録した直後に、スプーンでも配信してます。はい。だから一番最初に私の、ワキャリアへと僕は聞けるのがスプーンなんです。うん。で、一日経って、YouTube 中心に各ポッドキャストに配信してます。そう。でですね、まあ最近徐々に視聴者数も増えてきて、そう、まあ、楽しくなってきたっていうのが本当のところですが、まだまね、これから技術的にも機材的にもね、いろんな部分を改善して、もっともっと、多くの方がね、朝の忙しい時間にちょっと聞けるような、ポッドキャストにしていきたいと思いますので、皆さん、ぜひ応援よろしくお願いします。今日も、ヒルビル放送局 LGBTQ の Q クイアのマコネーが訳ありダイエットウォークを、配信しました。またね、バイバイ。今日はしっかり、保存を押す。ストップ。